皆さんこんにちは、演歌歌手小澤明子です。動物大好きアッコちゃん小澤家はね、大体いつもあのペット家族がねいつもいるんですけれども、今日は、なんと豆柴カフェ、ワンちゃんに触れ合えるカフェがあるということで竹下通りに参りました。いやいや久しぶりですよ。原宿といえばね、あのラドンナさんで25周年の記念ライブもさせていただきましたが、もう竹下通りに来るのはもうもしかしたら20何年ぶりかもしれません。変わっていますが雰囲気的には変わってないような、そんな竹下通りにあるこのビルは他にもねペットカフェがあるようなんですが、今日は3階のここ原宿の豆柴カフェに潜入してまいりたいと思います。行ってきます。はい、豆柴カフェ店内に入りました。30分でワンドリンクで、こんな風にめちゃめちゃかわいい豆柴ちゃんと触れ合います。ちょっと豚さんの匂いがするかな、まあ、それは内緒めちゃめちゃかわいい、みんないい子ね。しつけ、まあ、トレーニング中らしいんですけど、行列のできるカフェだそうですよ。今日はね比較的スムーズに入れましたが、みんないい子だね。寝てる子とかねいましたけど、これはかわいい、癒されるね。ちょっとまあね抱っことかはねもちろんねできませんけど、めちゃめちゃかわいいよね。えこの子なんだろう、お名前な、何ちゃんかな、何豆、みんな豆がついてるんですね、お名前にね。なんだろう、桜豆かな、なんだろう。んね、よしよしよし、よしよしよし、メスだね、女の子だね。まだ可愛い、ちっちゃいですよね。可愛い、可愛い、欲しくなっちゃうよ。ワンちゃんも大好きです。今実家には猫ちゃんがいます。1匹アッキーがいます。その前はねパトラッシュもいたし、オレンジもブラック、それ犬の名前ですけどね。小沢家にはいつもペットがいます。かわいいね。でごめん無防備女の子だからダメ寝てます、寝てまーす。うぅー寝てまーす。寝てないか、横になってまーす。うぅー、どうしたどうした、うん、うん、うん、ねえかわいいねえ。みんな思い思いに過ごしてます。ボタンちゃんだったね、でかい豆柴ちゃんがいます。うんね、ワンちゃんもスタッフですね、犬スタッフ紹介ね。ねえねえねえ、かわいいね。完全にこの子はもう横になってしまったね。お昼寝したい？寝てはないけど、もう寝そうだね。うん。うん。かわいい。もう完全に。はい、無防備、ね、畳の上がいいですね。かなり店内に、ね、こう昭和感が漂っております、ね、昭和の雰囲気、豆柴カフェ。はい、豆柴ではい、歌は桃江ちゃんです。 BGM が
持ちいいね。気持ちいいね。もう完全にどうにでもして状態です。ダイエット中のワンコもいるんだ。走らせてあげなきゃいけない。水飲んだらびちょびちょになっちゃう。それでお姉さんのところ使わないで、もうね、その上に濡れちゃうよ。楽しいね、また飲む。お、反応した。反応した。首の風呂敷が昭和感が出てた。枕でお水飲みすぎだと思う。枕。枕ちゃん。どんだけお水飲むのさ。うん。なんか可愛い。カップチップになっちゃうよ。銀なんか、白いより豆かな。みんな豆の名前がついてる。ホイルコいないもん、静かにしていい子だ。癒されるね。
増えたよ、増えたよ。おお、交代か。でも、いや、嫌なんだって。いいの、嫌なんだって。つもちゃんいいの、行かないの。つもも、つもも、つもも、つもも休憩行く、うん、そっか、休憩する子もいるんだね。いいの、いい、しつこいと思うよ。つもも、つもも、つもも、早くしてつもちゃん。つもちゃんが BGM です。昭和だな。どうするのか分からない。もうちょっと頑張ってさ、お尻の方がね、ちょっと頑張ってもいいの？ボールあるからってこと？あれちょっと取っちゃえば？頑張ってみる。いいの？そこで。なんかいつもと違うんだけどさ。何今日何？それなの？そのスタイル。夏目お姉さんも喜んでる。ということで今回は竹下通りにあります原宿にあります豆芝カフェに初潜入してまいりました。いやめっちゃ癒されますね。でも場所柄かな、若いカップルが多いですね。これはね、デートにもいいかもしれないですね。こう彼の思いがけないというか、あ、こんな一面があるんだみたいなね、発見ができるかもしれないですけれども、大人気の原宿の豆芝カフェで今日は癒されました。やっぱり可愛いな、ワンちゃんも飼いたいけど今は我慢ですけど、こうやってね癒されにカフェに来るというのもいいかなと思います。ということで演歌歌手小澤明子でした。バイバーイ。ワン熱海